染まりしものともよ。今こそそのめめしいかと見よ。Hey, hey, hey! こちらにおますお方こそ、恐れ多くも御頭寺。下がれ下がれ下がれ下がりおろう。太陽じゃノートライアンド最強ロボ最強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 ロボ最強最強最強遥か宇宙イプロン系にある一番大きな星エドン星はエドン国と呼ばれ、周囲51の星々を平定し支配下に収めていました。エドン国がイプロン系の要となって600年、今は大きな戦いもなく、イプロン系の平和は曲がりなりにも保たれていました。この話はそのエドン国で2年に一度開かれる国王会見の式典から始まる。旅立て銀河の御頭寺。ミケラン星大使グリッド様ご到着。エテウナ星大使モーグル様ご到着。わかわかー長らくお待たせいたしました。それでは大広間の方へどうぞ。お前たち御頭寺のお姿をお見かけしなかったか。 いいえ。もうこの大事な時に若は一体どこへ。ガハーいかん、式が始まる。あ、若若国王陛下のお出まし。表を上げ。イプロン系52カ国、その1カ国も欠けることなくこの式典に出席したことを嬉しく思う。それでは国王陛下にお言葉をおかけすることを許す。お一人ずつ前へ出られ。エブロン星大使同年でございます。国王陛下の少しも変わらぬご健康なご様子、喜びに耐えません。次ガレシア星大使イワナにございます。我がガレシア星はエドン国王に対し永久に忠誠を誓います。もうダメだ。歴代の王子はこの式典に欠席するなどかつて一度たりとも。時に国王陛下、王子のお姿が見えませぬが。少々体の具合が悪うてな。それはいけません。早速我が国の優秀な医師を呼び寄せ。いや、それには及ばぬ。そなたの心遣いだけはありがたく受け取る。はは。陛下、以上をもちまして全てでございます。そうか、それでは国王陛下ご退席。国王陛下お待ちください。お待ちください。国王陛下。バルジャンか。申し訳ございません。私めがついておりながら王子が式に欠席という不始末。
しめに、かくなる上はこの場にじゃ、潔く責任を、責任を、責任を。どうした、遠慮を言い出すな。責任を、責任を。責任を。ここではお話できません。あの、もし何がおかしいんでございます。私が責任を取れぬとでも。毎度のことだ、無理をするな。あ、待て、なんと痛いところをはっきりと。王子を探しても無駄じゃ、ここにはおらん。はっ、お前をちょっとからかってみたのだ。からかった、私めを。ああ、許せ、お前に黙っとってすまなかったが、王子は今朝早く諸国訪問の旅に出る。なんですと。いや、王子がすぐに旅立ちたいというのでな。しかしお言葉です。お忍びの諸国訪問は16歳までになさればよいこと。若はまだ14歳、危険でございます。危険？はい、諸国の中には上辺は忠誠を誓いながら、時あらば江戸国打倒を狙う国がないとも。そういうことなら心配いたすな。腕の立つ者を2名同行させた。たった2人だけ。そんな、なぜ私めをお加えには。あるじゃん、諸国訪問は長い旅、王子はお前の体を心配したのです。そんなの嘘だ。そらない、ずるい、ずるない。国民にも各国の大使たちにも王子は病気ということにしてある。まあ、心配いたすな。いやー、それはない。我が、なぜ私めを置いてきぼりに。ですね、王子、諸国訪問の旅は遊びではないのです。もう好きな時に横になれるんだ、寝たい時に寝られるんだ。やっほー。やがて王となられる時のために諸国のありのままの姿を視察する。ここね、よいしょ。じいにはかわいそうなことしたけど、一緒に来たらこうはいかないものね。王子、これから誰にも監視されない生活が始まるんだ。冗談じゃありませんよ、王子。気楽に行こうよ、気楽に。とんでもありません。いいですか、王子。先ほどから何度も申し上げますように、この諸国訪問の旅というのはですね、王子が将来国王となられた時のためのですね、非常に重要なお勉強でして。いいよな、堅苦しくなくてさ。もう、そう、今までは自分の部屋さえ自由に歩けない毎日だったものな。拙者この先心配になってきた。王子は俺たちと違って宮廷の生活以外は頭でしか知らんのだからな。案ずるより産むがやすし。あ、ちょっとお主、デュークスケードってちゃんとした名前があるんだぜ。よくもそんなのんきなこと言ってられんな。お主心配じゃないのか。はじめはちょっくらね。でももう旅に出ちまったんだ。まあとは精一杯王子をお守りするさ。うん、大したもんだ。もう一人お供をつけると聞かされてはいたが、それが王子の武芸の相手をしているバロン・カークス殿だったとはね。ん？どういう意味だそれ。よう、別に深い意味は。何が案ずるより産むが安しだ。王子の教育係だと思って知ったかぶりしやがって。王子は戦いに行くのではないぞ。腕っぷしが強いだけではどうにもならん。
ね、よかったね、よかったね。王子。よいしょ。ねえ、最初の訪問国はどこなんだい？最初の国はバードランドで、この国は、この国はですね、農業を中心に営んでおります。農業国か、いいだろうな、緑がいっぱいあって。王子、念のためもう一度申し上げておきますが。なんだね。はい、これからはお忍び旅行、ご身分を隠さねばなりません。そうしないと王子の訪問なさることが事前に知れ、相手は取り繕い、ありのままの姿を知ることはできなくなってしまいます。分かっておる。そこでとりあえず、これからは王子のことを坊ちゃんと呼ばせていただきます。坊ちゃん。はあ、無礼は重々承知の上のことでございます。慣れ慣れしくこのようにお呼びすることをお許しくださいませ。いいんだよ、そんなこと。は？坊ちゃんなんて呼ばれたの初めてだから、ちょっとびっくりしたんだよ。それ結構いいじゃない。はあ、それで私たち二人は王子の、いや坊ちゃんの家庭教師ということにさせていただきます。なるほど、二人の家庭教師が大金持ちの坊ちゃんを社会見学に連れて歩いているというわけか。そうだ。よし、こりゃいいぞ。よかった。それじゃあね、僕はお前たちのことをこう呼ぶことにしよう。スケさん、カクさん。スケさん、カクさん、カクさん、スケさん、坊ちゃんか。いいな、生まれ変わったみたいだ。気分、あの城では絶対に味わえないよな。こんな格好見たらバルジャンのやつ。何ですか若、その格好は。いいですか若、若は卑しくもこのイプロン系52カ国を治める江戸国徳川王家の御長なんですぞ。そしてやがては王位を継いで国王となられるご身分、もっと毅然たる態度で。でもいいんだ、今日からは僕は王子じゃない、誰とだって自由に喋れるんだ。王子、まもなくバードランドに到着いたします。わかった、すぐに参る。え、そうだ、そうなんだよ、今日からはこんなにかしこまらなくていいんだよね。やっほー、それ行くよ。ご覧ください、あれがバードランド製です。モニターで見たより綺麗だな。女の子も住んでるんだろ。あ、いや、なんでもないの。お、なんだあれは。ん、我々の訪問を知って早速歓迎に来たんだ。いえ、そんなはずは絶対に。スケ殿、かわせ。どういうことなんだ。わかりません。まさか戦争ではあるまい。だとしたら追われている方も応戦するはずだ。許せん。抵抗しない相手にしかも3体で襲いかかるとは卑怯だ。助けてやる。王子、お待ちください。行ってはなりません。なぜだ。ここで王子がロボットに乗って出て行けば、せっかく隠している身分が。そんなこと分かっている。ああ、行ってしまわれた。スケさん、いや、スケ殿、早く王子をお守りしろ。分かった。どこの国のものかは知らぬが、邪魔立てすると容赦はせぬぞ。
ということ。こっちを助けるのが先だ。手を貸してくれ。 はい。王子、そのようなことなら私におっしゃってくだされば。構わん。驚いたな。こんな女の子が一人でロボットに乗っていたとは。どう見てもロボットを持てる身分のものとは思えませんね。これには何か訳が。うん。いかん。何か非常事態が起きた。賀来さん、急いで操縦して。わかった。お、ままでは危険ですわ。いつこういう事態にならないとも限りません。開けっぱなし。そういうお前は。それに自動操縦への切り替えも不完全です。何？お騒がせして申し訳ございませんでした。君は？フローラ忍と申します。どこかで顔を見た覚えがある。お城ではお妃様の護衛を務めておりました。あ、それでか。この度お妃様より王子の旅先でのご身辺をお守りするように仰せつかってやってまいりました。そうか。顔は知らなかったが噂に聞いたことはある。お妃の護衛の中で年は若いが腕の立つメカにも滅法強い者がおるというのをな。それは誠に光栄です、デュークスケード殿。これから先は旅の足となる乗り物の管理、連絡役はすべて私がお引き受けいたします。何か？いや、なんでもない。よろしくな。あ、こちらこそ。まあ、そう固くなるな。王子は今日から違う世界のお方になられたのだ。は？うん、一緒におればすぐにわかるよ。すると、先ほどの戦闘はお主が。はい。いや、女とは思えぬ見事な腕前だ。ここはどこ？もう心配はいらないよ。誰よ、あんた。無礼者、誰に向かって口を聞いていると思う。そうでした。私たちはこのお坊ちゃまを社会見学の旅にお連れして各国を回っているものだ。決して怪しいものではない。社会見学のお坊ちゃんがなんでロボットなんか持ってんのさ。お侍でもないくせにいくら出して身分を買ってんだい。なんだと？もう一度言ってくれないか。いくらでロボットを持てる身分を買ったのかって聞いてんだよ。身分が金で買えるというのか。とぼけんじゃないよ。出なかったらお侍でもないあんたたちがなんでロボット持ってんのさ。それはだな。お金さえあれば身分だってなんだって買えるんだ。そんなの常識じゃないか。常識？何驚いてんだい。あんたの親父だってそうやって身分を買ったに決まってんだよ。貴様、なんということを。いるんなら切ってみろ。よせ、カークス。いや、カークさん、やめろ。助
くれたことは礼を言うよ。でも嫌いなんだ、あたい漁師様やあんたたちみたいなお金持ちは。教えてくれ、なぜ嫌うのだ。あたいたちを苦しめてばっかりいるからだ。バカ野郎、あたいたちが何悪いことしたってんだよ。みんなで平和に畑耕してたのに。あたい江戸国の王様に訴えに行くとこだったんだ。訴えに？お前国王陛下に直訴に行くつもりだったのか。お前直訴がどんな罪になるか知ってんのか。挙句にロボットまで盗んだとなれば間違いなく死刑だぞ。他にどうしろってのさ。漁師がいるだろう。なぜ自分たちの漁師に訴え出ない。それができるくらいなら誰がわざわざ危険を冒してまで直訴になんか行くもんか。あたいたちをいじめてるのは、あたいたちをいじめてるのはその漁師なんだ。あたいの父ちゃん漁師に殺された。君の国はどこだい。バードランドぜ。バードランドか。直訴になんか行かなくてよかった。お前を死刑にはさせたくない。道場なんか真っ平だよ。あたいたちがどんな目に遭ってるか知りもしないで。僕たちはちょうど君の星へ行くところだ。君の村へ案内してくれないか。村へ来てどうすんのさ。王子よっと坊ちゃん、急に予定を変更するのは。この子の村を見たいのだ。今はこの子の言ったことを自分の目で確かめたいんだ。忍さん、バードランドに急いでくれないか。はい。旅は道連れ世は情け、巡る星々数々あれど、王子の見る星どんな星。聞いて極楽、見て地獄、行く手に光るバードランド星。こんな星にはこんな人、あんな星にはあんな人。宇宙は広いな、でっかいな、星の数だけ夢がある。スケさん、たくさん、今日もめでたし、めでたしで、よかったね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 。さて次回は、最初の訪問国を目の前にして突然の戦いに巻き込まれた水戸王子が、助けた少女アニタと共にバードランド星へ乗り込んでいくお話である。そこで王子の見たものは。次回、最強ロボ大王者、胸に輝く王者の印、その目でしかと見よ。